こんにちは。麻雀店を経営していた私がなぜね、今のような暮らしを手に入れることができるようになったのか、毎日のように暇で、しかしお金はきちんと稼げてるというね、そういう状態になったのかっていうと、やっぱり一番最初の入り口っていうのが大事だと思うんですよ。その一番最初に私が取り組んだのは自己アフィリエイトなんですよね。これはアフィリエイトという広告モデルを自分でクリックして自分に収入をもたらすという形です。でも不思議なんですよね。商品を売ってその一部を自分の紹介料、手数料としていただくこのアフィリエイトなのに出費が加算できそうじゃないですか。いやでもね、自己アフィリエイトの中には販売価格0円なのに報酬が数千円、数万円っていうのもあるんですよね。だからそれから順番に手をつけていけばいいんではないかなと思いまして、私はそのようにやっていきました。2013年頃に私が自己アフィリエイトやったんですけども、あれから2020年になってだいぶ時代は変わりました。広告の案件も変わりましたし、自己アフィリエイトのまあ内容も変わってきました。でもまあ手順は基本的に同じです。で今回ですね、速稼塾の塾生の中で私の広島に残してきたね、まあ、最愛の弟子がいるんですけども、この椎木康晴っていうのがね、最近もなんか30万稼いだみたいなね、1週間で30万稼いだみたいなこと言ってましたけども、彼がですね、一番初心者向け、もう本当にね、第一歩の方はこれをやった方がいいですよっていう風なシリーズを作ってくれたんですよ。まあ私がね、作れって言ったんですけども、そうするとですね、今回動画が2個送られてきて、その自己アフィリエイトのね、まず登録方法から、それからどんな順番でこれから狙っていけばいいのかってことをね、示してくれたのが動画が2つ送られてきております。こちらの方まずね、参加していただいて動画をクリックするだけですから、概要欄にその動画をね2本載っけときますので、そちらの方をご覧いただければと思うんですけども、まずは登録して、それからこれから進むべき道をぼんやりとね聞いていただくということでございます。で具体的な作業っていうのはこれから動画が追加されると思いますので、本当一番簡単な稼ぎ方です。本当1ヶ月に1回でもいいから、30分でもいいから取り組んでみてください。こういうふうにして稼げるのみたいな、そういうふうなね、ちょっとこう目から鱗が落ちると言いますか、今までの常識の概念を覆すような形です。でもうすでに経験された方はこれを機会にもう一回最初からやってみようということを意識づけて見ていただければよろしいかと思いますし、同じようにね、椎木君みたいに誰かに伝えるために動画を作ってみるとか、なんか人に伝えるためにね、カフェに1人か2人集めてみて、それで自己アフィリエイトをね再現してみるっていうね、そういうふうなね、自己アフィリエイト講師のトレーニングをやっていくってことで、講師業としてもスタートできると思いますんで、そちらの方も勘案してみてください。それではですね、今回の私からのメッセージは以上ですけども、動画概要欄に動画を2つつけておきますので、椎木君からの熱いねメッセージ、動画じゃない、なんだ、自己アフィリエイトのやり方第一歩、その1、いろはのい、これからね取り組んでいただければと思います。それではシリーズお楽しみに。速稼塾のポータルサイトにもコーナーを作りましたんで、そちらの方からご覧ください。それでは失礼します。